悪くは、ドイツのフレッシュチーズである。ドイツ語圏で作られる、フレッシュチーズ。製法は、サワーミルクを乳タンパク質が凝固しきるまで温めた、後、こして作られる。フロマージュブランやインドのヨーグルトチーズチャッカに似た、白く未成熟な柔らかいチーズである。辞書では普通に、カッテージチーズと解説されているが、カッテージチーズのほとんどが、 レンネット製法であることから見ると、伝統的なクワルクは異なる。リコッタが乳製を似て作ることから、リコッタとも区別される。塩は、無添加である。ドイツでは、無脂肪のマーゲルクワルク、乾燥質量で、脂肪分20%のクワルク、脂肪分40%のクリーミーなザーネクワルクの3種類に分けられ、プラスチックケースに詰めて販売されている。ドイツで消費される、 チーズの半分近くがクワルクのようなフレッシュチーズである。マーゲルクワルクは健康食品として食べられており、ザーネクワルクはケーキなどの材料に使われる。ドイツ語クオークは14世紀より王礼があるが、低地ソルブ語とアローグなどの西スラブ語群を経由して、ドイツ語となった外来語とみなされている。スラブ語系の同根語としては、ロシア語トボーラグ、ブルガリア語ティビラグ。 ポーランド語とアローグ、チェコ語及び、スロバキア語ティビロー等がある。いずれも白チーズ、すなわち非熟成のフレッシュチーズの意味である。マックス・ファスマー等の説によれば、復元スラブソ語系ティビラグは、型を意味する境界スラブ語、トバーと関連があり、よって、ロシア語系ツバログは、凝固して型を成した牛乳の意と解釈できるという。型を意味する語根は、 ホエイチーズを意味するイタリア語のフロマージュやフランス語のフロマージュにも認められ、類似性が指摘されている。小人を意味するドイツ語ツベルグに由来するというのは、全くの属説で、一部でズワーグケースと呼ばれる、ホエイチーズは、クワックスが添加した故障に他ならない。クワルクは、主に乳を酸性化させ、強行を起こさせる製法を、用いる。酸性化の方法としては、乳酸菌が乳糖を養分として、 乳酸をを生成すするる作用を利用利普通のチーズのようなレンレット酵素は、凝固に必要ではないが、従来の自家製クワルクの場合も、現代の乳製品産業で生産されるクワルクでも、大概多少のレンレット添加が行われている。19世紀の頃には、まだクワルクを製品として出荷する産業は、起こっていなかったとされており、自家用のクワルクのみが作られていたという。 自家製の場合は、父を保管して自然に含まれる乳酸菌の作用で酸性化を起こさせるが、時には普通のチーズ製造で使用するレンネットも併用された。現代の乳製品産業で生産されるクワルクは、普通低温に殺菌した無脂肪牛乳を原料とする。原料乳に中温性、ラクトコッカス菌のスターターを導入する。現代では、 この後、父が弱酸性になったあたりで、レンネットを少量添加している。酸性化を pH4.6 あたりまで進めるが、酸性度がこの数値に達するとカゼインタンパク質の沈殿が始まる。ドイツでは、沈殿物のカードが硬くなるのを防ぎ、クリーミーにするため攪拌する。このタイプは、ややもろく少し乾燥しているが、サワークリームの硬さとなる。ドイツ法では、 完成したものをそのまま、無脂肪、クワルクとして市販する場合は、乾燥質量で、脂肪分10%以下でなくてはならないと、規定されている。より脂肪分の高いクワルクは、冷却してからクリームを加えて生産される。20%脂肪が、通常のクワルク、40%脂肪のザーネクワルクである。クワルクはまたハーブ、スパイスと調合されたりフルーツを添加して、 販売されている。より硬さのある、東欧風のものを作るには、カードが硬くなるようにレンネットを少量添加する。乳製の一部か、ほとんどを除去し、状態を標準的な濃度にする。伝統的な方法だと、モスリン製の袋、あるいはチーズクロスと呼ばれる目の洗いガーゼに、乳製混じりのクワルクを詰めて吊り下げてこす。このため、クワルクは独特のくさびの形状に固まる。 工業生産においては保営を遠心分離器で分離する。ありがとうございます。